でもね、立ち止まらずね、やっぱり前を向いて、やっぱり次に歩んでいくことが。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、島倉千代子さん。島倉千代子さんの名言で、過去を振り返ると歩みが遅れちゃう。一歩進めるところが半歩になっちゃうということで、島倉千代子さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。島倉千代子さんは日本の演歌歌謡曲歌手、東京府東京市、現在の東京都の品川区、北品川出身、日本音楽高等学校卒業、愛称はお千代さんということでですね。まあ、振り返ると、言えば、私もね、振り返ることはあるんです。うん、動画を見ながらね、ああ、これ言えてなかったな、あれ言えてなかったなって、たくさんあるんですけれども、まあ、それでね、反省とかね、自分の中で、ああ、もう一回撮り直そうかなとか、やっぱり思うことはあるんですけれども、基本、一回ポッキリで終わってます。まあ、ちょっとね、言い間違いとかするときはね、さすがにもう一回取り直しですか、取り直しをしているんですけれども、それ以外のことに関しては、普通そんなに、やってません。なんで、まあ毎日毎日ね、放送することですので、反省と言いましょうか、そこまでじゃなくて、自分の中でね、あ、これ言い足りなかったので、次、同じような名言があったときには、こうしようという振り返りですよね。そちらに関してはちょっとやっております。なんで、ね、まあ、この名言通りやるわけじゃないんですけどね。振り返ってね、立ち止まるっていうことが一番ダメだと思うんですよね。どうしようって。あります。私もあります。立ち止まりそうになることはあるんですけれども。それでもね、立ち止まらずね、やっぱり前を向いて、やっぱり次に歩んでいくことが大切だと思ってね。毎日こう自分にノルマを課してやってるんです。毎日放送するとね、何喋ろうかなとか思うんですよね。まあ普段ニュースとか見るんですよ。ネットのニュースなんかを。そんな放送してみたいなーって思いながらやってるんですけども、そこまで私もね、ニュース解説はしたいんですけれども、まあそんなことしてもね、しょうがないなと思ってね。まあ、ニュースはニュースでね、テレビとかに任せて、私はやっぱりそちらのね、許容のある方を伝えていって、やっぱりやらなきゃいけないんじゃないかなと思ってやっております。だから立ち止まることもないし、まあもっとね、大々的にね、できればいいなと思ってます。もっとね、機材をね、増やして、いい放送ができればいいんですよね。もっと CG とかね、使えればいいんですけれども、そういうこともやっぱりまだできてないのでね、自分の中で、うん、それで立ち止まっちゃいけないので、はい、いろんな振り返りはしております。で、次に一歩歩むようにね、自分で軌道修正しながらやってますので、それはね、これは間違ってないと思います。この名言通りに、捉えちゃうとね、まあ多分言葉も短いので、なかなか、捉えられないところもあるんですけれども、自分の中でね、そう感じてやっておりますので、皆さんもね、まあ、振り返ることはいいと思うんですよ。ただそこで立ち止まってね、まあ、次前向かないとかいうことをならないようにね、私も実は何度かあります。立ち止まっちゃって、もうその後足が動かなくなったっていうのはあります。若い彼氏頃ね、いつも、自分の経験がないからどうしようって、もう落ち込んじゃって、へこんじゃって、自分の中で布団の中から出られないってことはたくさんありました。今ね、そういったこともなくて、まあ朝運動をちゃんとしてやっておけば大丈夫だと思ってやっておりますので、これからもそういう形でやっていきたいなと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で発
配信していきます。よろしくお願いいたします。